自分の人生だから自分が生きるしかないという事実を認識することしかないと思う。だから他の人の人生を生きる必要はないし、他の人の人生を生きても意味がないと思います。でもこれまで確かに多くこの人の影響を受けています。おそらく親からの影響が大きいと思うんですね。だから親からこんな風に生きなさいという風に言われて続けてきて、でその親の期待を満たそうとしてきたはずなんですけれども、一旦ここで自分の人生の在り方をリセットしてもいいかもしれない。これまでは親の影響が強かったかもしれないけど、自分の人生だから自分で決めるしかない、あるいは自分が自分の人生を歩もうとしたら、例えば親は反対するかもしれない。でも親に反対されたからといって自分の人生を諦める必要は全くないと思う、ね、ですから親とたとえ一時的にぶつかることがあったとしても、自分は自分の人生を歩もうと決心し、まず一歩踏み出してみるしかない。でその上でもし何か問題が起これば、その時方向転換をすることは可能なので、これまでは自信がなかったというのは、まあ、聞こえはいいんですけども、おそらく自分の人生に自分で責任を取ろうとしなかったはず。そういう無責任な人生をもうやめようと、自分の人生を自分で責任を取ろうと思って、まず一歩を踏み出してください。そうすると自分がない人生ではなく、自分がある人生を歩むことができるようになります。でこれまでのやり方ではダメなんだということが分かっても、これまでのやり方の方が馴染みがあるので、なんとなく前のやり方に流されてしまうんですけども、勇気を持って全く違う人生を歩むんだという決断をすることができますし、思いがけずこれまでとは違う素敵な人生が待ってるはずです、というふうにまず思ってください。ウィルラー。